外で何かあったみたいね。外って、みんなに何か？彼女たち、律者と戦ってるみたい。止まった時間もそろそろ動き始めるわ。言ったでしょ？キアナ、あんたは一人じゃないって。支配の律者の力が弱まったわ。準備はいい？キアナ。わかってるよ、姫子先生。さて、最後にあと少しだけ付き合ってもらうわよ。セーフレイヤでのこと、まだはっきりと覚えてるわ。あんたが入学したての頃、最強のバルキリーになるって騒いでたわよね。ちょっと目を離しただけなのに、もうこんなに成長しちゃって。本当のことを言うと、あんたたちの成長を見守りたかったわ。セーフレイヤに戻って、授業をして、一緒に訓練したかった。黒板に字を書いて、部屋に戻って、一杯いただきたかった。セーフレイヤでのあの時間は、私にとって、かけがえのない思い出よ。もうそれができないと思うと、悔しいわね。この先、道はまだまだ長いけど、私は、もうそばにいてあげられない。でも、大丈夫よ、キアナ。あんたが私を失望させることはないわ。覚えておきなさい。あんたの周りには、たくさんの人がいて、あんたを支え、守ってくれている。その中には、私もいるの。私の旅は、ここまでよ。ここからはキアナ、あんたの道。あの扉をくぐったら、ここのすべてが消える。そうだ。わからない。でも、そうだと思うわ。セーフレイヤーのみんなに、よろしく言っておいて。メイには、その選択を応援するけど、次は友達にあんなひどいことしちゃダメよって伝えておいて。伝えておくよ。それと、ブローニャの成長を喜んでることも、きっと優秀なリーダーになれると、あの子に伝えておいて。うん。私もそう思う。フカには、これから先もう会うことはできないけど、セーフレイヤーがあろうとなかろうと、あんたはみんなの委員長だって伝えておいて。うん。これからは学園長だけがあんたたちの面倒を見るんだから、ちゃんと言うことを聞いて怒らせちゃダメよ。学園長を手伝ってあげて。いつも強がってるけど、本当は私たちよりもずっと大変なのよ。わかってるよ。あ、そうだ。ラグナ隊長は、リタとデュランダルの先生でもあったわ。機会があったら、隊長の意思を彼女たちにも教えてあげて。任せて。最後に、キアナ、あんたのことだけど、私はずっと、あんたのそばにいるわ。キアナ、あまり気負いすぎないで。今は夢の中。夢から覚めたら、みんな前に向かって進まないといけない。別れを恐れないで。過去に別れを告げるのは、未来に向かうためだから。わかってる。姫子先生、わかってるよ。
ごめん、姫子先生。わかってるの。こういう時は、笑って別れを告げて、あの扉をくぐるべきだって。ここが記憶の残影で、現実の方が戻るべき場所だって、わかってるのに。でも思っちゃうの。あの扉をくぐらなければ、時間は永遠に止まったままで、この瞬間がずっと続くんじゃないかって。さよならを言う機会すらなかった。話したいことがまだたくさんあるのに、偉そうに言った目標も、まだ実現できてないのに。これは夢。夢はいつか覚めるものだって分かってるから、ちゃんと戻って千人律書を倒して明先輩を連れて帰るから、第十一律書も第十二律書も終焉の律書にだって買ってみせる。この完璧じゃない物語を私たちの望んだように変えるから。ただそれを姫子先生にも見せたかった。見れるに決まってるわ。キアナ、あんたが望めば私もちゃんとそれを見届けることができる。私はあんたの心の中にいるんだから。あんたを見てると自分の子供の頃を思い出すわ。母の葬式で私はどうしようもないくらい泣きじゃくって、父の腕を掴んで離れようとしなかった。しばらくしてその場に残っているのは私と父の二人だけになってたわ。長いこと父は私の頭を撫でてくれてた。顔を上げて父を見てみると、その目は赤くなっててね、私と違って静かに涙を流してたの。でも父はこう言った。大丈夫だ、姫子。母さんは星になって、空の上から見守ってくれていると。今まで、父はそういった表現をしたことがなかったし、慰めの言葉も不器用だったわ。けど、今でも、私はその言葉を信じてる。キアナ、あんたが信じてくれるなら、私は星になって、空の上からあんたを見守ってるわ。たとえ明かりが消え、月が輝きを失っても、ずっと変わらないかすかな光があんたの進む方向を照らしてる。だから、恐れないで。私はいなくなってなんかない。生徒のため前に進む力になってやることが、教師にとって最も望む結末よ。わかってる。すべては終わり、変わっていく。その変化は、あんたの世界を丸ごと変えることがあるかもしれないけど。でも大丈夫。それがこの世界で最も強い力。人々に希望や道を切り開く力を与えてくれる。迷った時は、星空を見上げなさい。私はそこで、あんたのために夜を照らすから。ありがとう、姫子先生。私、そろそろ行くね。ええ、行ってらっしゃい。前に進みなさい、ギアナ。恐れず
大胆に。私はこれからもずっとあんたを見守ってるわ。だってあんたはこの村田姫子の生徒だもの。姫子先生。ん？先生の生徒になれて嬉しかった。先生に出会えて私幸せだよ。私も同じよ。行きなさい、キアナ。じゃあね、姫子先生。キアナ、あんたは私の誇りよ。行きなさい、キアナ。みんながあんたを待ってるわ。私はあんたを見守り続けるから。これで会うのは最後だけど、さよならなんかじゃないわ。人生から太陽が消えたからといって泣いてしまえば、その涙で星が見えなくなってしまう。どう？いい言葉でしょ？タゴールの詩よ。ある夜に私は記憶をすべて燃やし、それから私の夢は綺麗に見えるようになった。ある朝に私は過去をすべて捨て、それから私の足取りは軽くなった。これもタゴールの言葉よ。気に入ったのなら今度読んでみて。どうしたの、キアナ。まだ私の話が聞きたいの？立ち止まるのは良くないわ。ちゃんと言うことを聞いて、学園長を困らせちゃダメよ。ま、あんたたちはもう、いたずらをするような歳じゃないか。セーフレイヤーでの日々は、まるで昨日の出来事のよう。あ、私にとっては、確かに昨日の出来事ではあるわね。あの赤のドレス、まだ一度も着ていないのに、残念だわ。今のあんたたちは、もう授業を受けなくてもいいのよね。これからは、学園長を手伝ってあげなさいね。知ってる？学園長はたまに口が悪いけど、ちゃんとあんたたちのことを思ってるから。メイのことなら心配いらないわ、キアナ。あんたたちは最高のパートナーなんだから。ここで立ち止まってたら、メイに追いつけなくなるわよ。私は物語の本じゃないわよ、キアナ。勇敢に進みなさい、キアナ。私の心はずっと、あんたと一緒にいるから。これからも、あんたたちの成長を見守り続けるわ。また夢の中で、会えるかもしれないわね。未来に不安を感じるのは当たり前のことだから。大丈夫よ。自分のやりたいことをやればいいの。忙しくても、ちゃんとご飯は食べなさいよ。ま、あんたの場合、その心配はいらないか。これ以上ここにいたら、仲間が心配するわよ。どうしてこんな時に限って、些細なことばかり思い出しちゃうのかしらね。メイの手料理が少し恋しくなってきたわ。私は簡単なものしか作れないから。そういえば、昔フカが麺料理を作ってくれたことがあったの。確か名前は、サンダンミエン。信州の料理よ。もう長いこと食べてないから、もう一度食べたいわ。昔、セーフレイヤーにいた頃、学園長にいろいろ説教されたわ。教師らしくしなきゃってわかってるけど。学園長だって、いつもお菓子を一番下の引き出しに隠してるじゃない。実はこっそり何回かもらってたんだけど、学園長気づいてたかしら。教えちゃダメよ。ほらほら、これ以上話してたら、みんなの秘密をうっかりバラしちゃいそう。まだ時間がある、チャンスがあると思って、結局、できなかったことがたくさんあるわ。もしやりたいことがあるのなら、先延ばしせずに、
思いっきりチャレンジするのよ。せっかくだからもう一つお話を教えてあげるわ。これは昔聞いたある物語よ、キアナ。自分が死ぬと分かった母親が子供のために手紙をたくさん書いて、毎年子供の誕生日になると手紙が届くようにしたの。そして子供へのプレゼントに、彼女はキャンディーを買うのに十分なお小遣いを手紙に入れた。子供が大きくなるにつれ、手紙に入ったお小遣いも増えていく。彼女はそういう形で子供の成長を見守ったわ。自分がいなくなっても子供の成長を励ます母親として、その子供時代を守れるようにね。残念だけど今の私にはあんたたちにそういう手紙を残す時間はないわ。でもね、キアナ、私もあんたたちの成長を守ることはできる。あんたたちが私から学んだもの、引き継いだもの、それが私があんたたちに残したキャンディーよ。それはあんたたちが大人になることを助け、前へと進む力となる。それが私の存在した証。私がずっとあんたたちのそばにいる証よ。キアナ、もうあんたに教えられるものは何もないわ。この先どんな困難があろうとも、あんたは乗り越えられる。あんたなら正しい選択ができる。私はそう信じてるから。